はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。売りなら丸生様、売りなら丸奈良様、テディーボマー様、和夫様、ご支援ありがとうございました。あれやたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。売りなら丸奈良様、サトル様、団長影様、達郎様、晴美様、椿様、夏美様、ファンタクチッス様、ポスティングボランティアお申し出誠にありがとうございました。東京全域にポスしていただく、ボランティアのお申し出がこんなにもたくさんですね。売りならさんなんかはご支援もくださって体も動かして、いただけるということで感謝の極みであります。ありがとうございます。まだまだ募集しておりますんで、ポスティングボランティアの方よろしくご応募ください。このチラシをばらまきますけれども、まあチラシに書いた公約は、今すぐ廃止すべき憲法9条外国人生活保護、外国人実習制度、留学生の超優遇、その他消費税減税からの廃止、スパイ防止法欲しい、捏造報道に罰則も欲しい、 NHK はスクランブル化してもらいたい、漫画やアニメゲームなどの一切の表現規制に反対と。これね、表現規制かけようとしてる連中のメンツを見ると、顔を見ると、外国のスパイばっかりであります。きっとですね、日本の漫画とかアニメが世界中で大人気になってから妬ましい、羨ましい、って悲願でのことなんだと思いますけれども、日本人なら当然なのでチラシからは省略したものは、女系天皇反対、夫婦別姓反対、移民反対、国防強化、外国人参政権反対、北方領土竹島拉致被害者の奪還と、これに、追加するとすれば、まあこの女系天皇反対とかそういうのは日本人なら当然なんで省略させていただきました。これに反対するやつは日本人ではない、つまり非国民であります。まあこれに追加するとすればですね、いずれは核武装したいっていうのと、外国人健康保険別枠でやってくれ、もしくは民間に任せる。これどういうことかって言いますと、去年ですね、豊島区で一般質問で豊島区の外国人の国保税滞納率を聞いたんですけど、なんと 45% 滞納して上がりました。豊島区ではね、豊島区においては完全に破綻してますよ。国保税、滞納してね、で国に帰っちゃったりいなくなっちゃったり他の区行っちゃったりして、取れなくて回収できなくて消滅した債権、まあ5年かな、5年時効が累積3億円弱と。これ豊島区だけの話ですから、豊島区は日本中の人口の約400分の1いますから、時効で消滅した取りっぱぐれ、日本中だったら1200億円ぐらいあんじゃねえの、外国人生活保険、あ、外国人健康保険ね。だから別枠か民間の医療保険でやってくれよ。あんたら滞納してばっかなんだからさ、その分日本人がかぶってちゃしょうがねえってね、ずるいべって話ですね。外国人犯罪者厳罰化、あーですね、これわざわざ日本に来やがって日本人に迷惑かけてやがる外国人の犯罪については、執行猶予なくすであるとか、量刑を2倍3倍、つまり日本人だったら懲役2年っていうところ懲役4年、懲役6年とかにするであるとか、厳罰化してほしい、なんつったってわざわざ頼んでねえのに日本に来て日本人に迷惑かけてるわけなんだから侵略行為だってって私は考えるからであります。その分ね、日本人負担になってる、外国人が犯罪するのも負担になってるし、健康保険税を滞納するのも負担になってるから、やめてほしいというような考えを持っております。まあ紙面には書きませんでしたけれども、まあちょっとね、限りがありますから、まあまあ省略しておりますけど、私はそんな考えを持っております。都内ポスティングボランティア大募集であります。メール党員さん
も大募集であります。マグマグというところでメルマガ毎日発行しております。こちらをご購読いただいて、日本改革とご支援ください。東京地区の支部長大募集しております。いずれもあの動画説明欄のもっと見るっていうのをクリックしていただくか、もしくはあの靴沢のツイッターからよろしくお願いいたします。靴沢のツイッターは普通にですね Google で靴沢領事って検索していただくと上位に出ますのでよろしくお願いいたします。塩野義製薬コロナワクチン6月から7月にも承認申請だそうであります。いよいよ最終段階になってきた。完成度の高いワクチンだと自負している、という記事、ネットの反応です。インフルみたいに毎年打つ感じになるのか試したいが、まずは様子見。mRNA ではなく従来型ワクチンなんで開発にすごく時間がかかる。まあ、あの従来型っていうことで安全性も高いんでしょうね。他国のワクチンが異常なスピードだったわけで遅いわけではない。国産待ってた俺ももういいかなって感じ。私もこれ、私なんですけど、去年9月に肺がん発覚しまして、手術やったり抗がん剤治療で半年間あの寝たきりだったんでワクチン1回もやっておりません。私ね、副反応きっついっては噂があったし、そういうあの意見も心筋梗塞なんかもそれのせいでなったみたいな噂もありますし、国産待ってましたけれども、なんかあのコロナってやがましくなくなったよな。だいぶ弱毒化したみたいで、もう国産のも出てもですね、慌てないでもうやんなくてもいいわなって感じですね。コロナになっちゃって弱毒化した弱くなったコロナにかかっちゃって死ぬならそれはそれで運命だな。従来型ワクチンをファイザーとかモデルナのワクチンを接種した人を否定しているわけではありません。私はそういうわけで打つ前に肺がんになっちゃって寝たきりやってたもんですから、そこでですね副反応があると言われるワクチン、まあまあ体にとっては異物ですよ。それ入れるとね大変なことになっちゃいそうなんで、関係各位のストレスは多大なものが ありました。このワクチン接種事業ね、菅総理の時で、とにかくワクチンだということで、大号令かかっちゃって行政のストレスは半端なかったと思います。豊島区のですねワクチン担当推進部長なんかストレスのあまりね、深夜に埼玉県の公園で下半身露出して逮捕されちゃったんですよ。つまりそんだけストレスがすごかったってことですね。やる側行政側はね、元からそういうのが好きだった、そういう性癖があったというわけでは決してないんです。ワクチンの事業を推進しなければいけないっていうストレスが大きすぎてこの部長は被害者です。悪くありません。どうなんだな、やめちゃったかな、ちょっといたたまれなくて役所に出てこれねえよな。その後の噂は聞かないんですけど、マーティングアナリスト原田洋平さんが書いた著書で新世代マーケティングという本なんですけども、これにはですね、4376万人が60歳以上である、この中で529万人はスマホも携帯も持っておらず、まあ80代90代なんていうとそうかもしれないですね。テレビ新聞以外に情報源がないし消費もしない。これはマーケティングの専門家が書いた本なんで、まあまあCM とか広告とか、買ってほしいとかそういうのが主眼になっておる本であります。2900万人はスマホや携帯は持っているが孫との LINE や Yahoo ニュースを見る程度で同じく消費しない。高齢者のテレビ離れが始まったと。テレビのスポンサー企業がですね2010年頃、つまり民主党に政権になっちゃった頃に高齢者向けにテレビ番組作っても高齢者は消費意欲が低く買ってくれないことに気がついたと。でスポンサーの意向で番組の対象年齢は60歳以下向けに番組作ってくれよと、いうことに下がった。
切り捨てられた高齢者は YouTube に流れたそうであります。現在ですね、約2500万人の高齢者、まあ、ここで言う高齢者の定義が60歳以上になってって、政府が言うところの高齢者は65歳以上ですよ、いうふうなのとはちょっとずれてますんで、多めにはなってんですけど、まあまあ61とか62の人高齢者とも言い難いですもんね。NHK スクランブルデモにも、結構な人数来て、いただけましたし、そのぐらいの人は65歳以上が政府では高齢者ということで、ここではちょっと定義が違うんですけれども、約2500万人が YouTube を見ている60歳以上ね、約900万人、60歳以上の約900万人はパソコンを駆使できて消費も旺盛である。で、4400万人のうちの900万人パソコン使う層は元から豊かな人、現役時代からパソコン使ってるようなホワイトカラーで、そこそこお金も持っていると、そんで、そんなの 66% がアマゾンで買い物した経験があると。60歳以上のパソコンを駆使できるエリートさん900万人は消費してくれる、アマゾンでも買い物できると、で、YouTube 広告で狙うべきはこの900万人であると断言しておりました。まあ、結論なんですけど、まとめると高齢者はテレビから YouTube に流れている、高齢者の中でも狙うべきはデジタル高齢者、デジタル高齢者って名前つけて、まあ、パソコン使える人の900万人、高齢者向けの YouTube は広告は過渡期で洗練されていないので大いにチャンスありと、つまり YouTube に60歳以上向けの広告バンバン流しましょうよと、この本はおすすめしております。ネットの反応です。テレビを見る時間が減ったのは間違いないと思う。テレビはどこに向けても積んでるのな。まあね、その時間にしか見れないとかありえないですもんね。私20年テレビ持ってませんけれども、まあ今となってはありえないことだと思いますよ。9時から始まるから9時にはテレビの前にいなくちゃいけないなんて、嫌ですよね。マジで今視聴率がめちゃくちゃ低い、キムタクドラマが 10% も取れなくなったのは衝撃、ゴールデンでも一桁連発、ドラマもバラエティも一桁連発、高齢者が見なくなったら誰も見ないんでは、地上波なんぞに未来はない、 CM だらけで見るのがきつい、ああこれわかる。私D アニメというですね、ドコモがやってるアニメのサブスク、月額440円を見まくってますけどそれもどうなんだって話なんですけれども、CM 一切ないですからね、そっちはね、食ってるかクイズばっかりでつまらない。ああそうなんだ。今地上波はテレ東だけでいい、広告判定もネットの方が優れている。これどういうことかと言いますと、この広告が効果あったかどうかっていう判定がテレビ広告や新聞広告では難しいってことですね。スカパーの時代劇チャンネルも減ってきてると聞いた。高齢者向けの時代劇チャンネルですか。親父が団塊世代だが野菜作りやアウトドアのためにつべばっか見てる。これやり方とかこんな道具がいいですよとか、どこそこが穴場ですよとか、 いろんな情報つべに出てますからね、動画でね。まあ趣味がある人、畑仕事であるとか、キャンプしたいなんて人はまあつべで情報仕入れるよな。試験です。靴沢のメルマガデトックスジャパンにご登録いただいているメール等員の皆様の端末はパソコンが9割以上でした。あとね、ドコモと au がちょこっとずつ、ソフトバンクの端末をで登録された方が未だに一人もいません。あはは、嫌われてんな。ソフトバンク、
60歳以上の方も多いと思われます、私のメルマガ登録してくれてる、まあパソコンで登録された方ね、こういう方々は消費のエリートとしてネット広告で狙われるという流れが確定してますね。まあ、こういう人ら、60歳以上でもパソコンを使いこなして私の動画を見れてる方なんかは、エリートだから物買ってくれるよっつって狙われるっていう話ですね。まあ、テレビに切り捨てられたそうでない高齢者さんは気の毒ですけど、ぜひもなしと。まあ、スポンサーだって、ね、事前活動でテレビ局に広告費払ってるわけじゃないんで、広告費払った以上は物が売れてほしいんで、60歳以上は買わねえな、なんつって切り捨てられて、番組若向けになっちゃった、いうことでね。それに、テレビ見てるとバカになります。精神も不安定になります。私は情緒が安定してると、まあ自称しますけれども、それもこれも20年間テレビが内政であります。なのでテレビつまらんつって、自ら離れたのは賢明だと思います。60歳以上でテレビつまんねえって離れた方ね。各共有議論をですね、安倍元総理が言い出したり、改憲議論すべき、議論に応じない立憲と共産はけしからんっていう、感じに世の中がなってきたのは、テレビの影響力、洗脳力が衰えたからじゃないかなって私は思っておりますけども、2010年頃から企業が気がついたとありますけども、高齢者向けの番組作っても、買ってくんにいなって気がついたってありますけれども、富士でもその他が多少なりとも聞いたのかなーって思いたい富士でも参加者の靴沢と、サンモニその他のワイドショー、なんかは、まあ、目覚まし8とかね、上島竜兵さんの自宅前から中継されちゃって、眉を潜められた、ドン引きされた、非難合々だった、厚労省からも、再度の警告が発せられた、目覚まし8なんか、スーパードグ電波番組は、まあまだありますけど、少数のね、頭真っ赤な人向けに、まあ残るは残るんだろうな。小さく、しょぼしょぼと、細く長くは生き残るんだろうな。社民党みたいにね。60歳以上の4000万人弱は消費しないっていうスポンサーの意向で、番組が60歳以下の作りに変化して、民放離れは進んでいくかもしれないんですけど、スポンサー関係ない NHK は相変わらずなんで、これ高齢者向けの番組作りまくって、NHK 視聴率が今後上がっちゃう恐れありますね。民放はダメだ、やっぱり NHK が面白いっつって、相変わらずその60歳以上向けの番組作りを続けるとしたら、スポンサー関係ないからね NHK、そういう風にならないようにデモとかチラシ巻いて、まあ啓蒙しましょうか、スクランブルなら公平は事実ですよね。これ1週間に1時間しか見ねえ人と毎日朝から晩まで見てる人と料金一緒って不公平ですよね。あと契約しないで見てる人にとっては、ちゃんと払ってる人にとっては不公平、ただみ、ずるいってなりますよね。スクランブルにすればその点全部解決であります。なんつったって嫌なら契約しねえばいいんだから、 NHK なんかやだよっつって D アニメや Amazon プラスなんかに、行けばいいんだからね。だから公平ですよスクランブルは、なんだのかんだの言って、なんで他はみんなスクランブルっていうか D アニメもパスワードと ID ないと見れない、ちゃんと金払って、なんで NHK だけがそれやんねんだって話ですよね。まあまあ売り上げ半減して崩壊すっからっていうのは分かってるんですけど、立憲の泉健太代表、地域で応援している組合員が迷わずに応援できる環境を作ってほしい、連合に訴えたそうであります。つまり迷わず我々を応援してくれみたいな
ことを連合に求めた。あ、ネットなんです。応援できる環境を作るのはお前ら。あはははダメすぎて見かけられたのも分かんないの、そういう政党にするのがあなたの仕事では。無能なのに応援だけ欲しがる。どうせ参院選後に内下場やって分裂するんだろ。他力本願すぎんでしょ。見限られた現実を自覚しなさいよ。振られた相手につきまとってるストーカーのような、応援したくなるような政策作れば。連合は共産党と組むなんてありえないってずっと言ってたよね。支持率を反映して大量落選お願いします。愛想つかされた理由を考えたら、っていうような意見がありました。まあ試験ですけど、組合員が迷わず立民を応援できる環境を作ってほしいって、相変わらずバカでよかったな。これこのまま行って滅びてほしいよな。迷わず応援できるような党になれば勝手に応援してくれるんですよね。なんかね、これ情緒不安定ですぐに暴れ出すメンヘラ女がですね、ありのままの私を愛してほしいとか言うのに似てるよな。自分は全く態度を改めようとする気がなくて、相手にばっかね歩み寄りを求めるその姿勢、幼児なら許されっけどね、成人がこんなことしたら大人になりきれんかった、なんか障害抱えてんだなって思われますよね。いつまで甘えてんだこの野郎ってね。私の持論の左翼は甘えがますます強化されております。短期間ですけど蓮舫が民進党の代表だったことがありました。その時の蓮舫ね、連合の票と献金をいただくが 口出しは断るとか言っちゃったんですよ。言っちゃったおめえ何様なの。親に見返りのない愛を求める幼児そのままであるな。子供なら許されますよ。しかも自分の子供ね、他人の子供が見返りのない無限の愛を要求してきたら、なんだこのガキやってなりますよね。まあいい年こいて何言ってんのって感じなんですけど、応援したくなるような人ならいくらでも応援してくれますよ。昨日言ったばっかなのに10日近くもポスティングボランティア応募してくれて誠にありがとうございます。腹話術の人形みたいな泉健太も甘ったれ左翼から一歩も外れてなくて安心いたしました。どうかそのままね、変わらず成長せずですね、見放されて振られて何が悪かったんだ、振られて、わけがわからないっていうまま乾いていけって感じですね。それが、日本人が一人もいないですね。放送労連はそれでも立憲の応援やめないでしょうけどね。こちらも高齢者に見放されてるみたいですから、同時に乾いていけばいいなと、いう感じであります。そういうわけでポスボランティアさん、メール党員さん、東京支部長さん大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。